歯医者のお城だよ。歯医者のお城。かなりやばい、絶対やばいと思うな。まあな、ちょっと近づいただけでも警報装置作動したからな。謎の木の実が鳴ってる。入っちゃダメ。え、入ってくればいや別に入っちゃ止めないけどさモデルがかわいそうだよな。うん、もう廃墟の代名詞だエスカレーターがこのありさまだもんな、うん、ギリ通れるか。また服がこんなになってる。ダメだ、抜けられないな。戻ろう。またしてもクロックス。うん。
滑るぞ。なんだこれ、走れる？うん、でもこの辺滑るからな、走らない方がいいな、うん、転んだらマジでやばいことになるから。電気してないよね。あれ？バリケードが直ってる？前来た時は壊されてたのに直してやる。うん、ただマイちゃんが赤い電気がついたから走って逃げたけど、先がもうすぐそこ終点なんだけどね、ちょっと見えてるけど。ああれ。うん。そう、横を抜けられるけど。まだ今度にそこか。どこも光ってないよ。前に出てた時はなんか赤い光がね、この辺でもなんか光ったんだけど。赤い光があれじゃない？うん？何？あれ入ってきた、誰か入ってきたっていうのを撮ってたんじゃない？うん。それで直したんじゃない？まあ壊したのは俺じゃないけどな。
け栗、うん、栗松だ、まあ、栗は栗で前からパトカーが来たら大変なわけだ、うん、人がいる、うん、え、なんだろう、建物入ってったよ、向こう側の、やばいな、あ、この廃墟で立ち入り禁止なんだよ、あ、なんだろう、あの赤いジャケット警備員かな、できればこの辺から降りたいけど降りられないしな、ちょっとそうそう静かに歩けや、足音が聞こえるじゃないか、汗やばいんだけど。本当だ。びっくりしたー。いやー焦ったね。私焦ってないよ。いややばいって、あれ警備員が俺ら捕まるからね、無理だからね。そうなの。そうだよ。やつはニュースに名前が出るよ。逮捕されたのは新潟県ふーちゃんのこと。女まだいたりするな。まさか。いや、変な人結構いるからね。こんなとこにいるとは思うな、うん、大丈夫大丈夫、満腹じゃなくてよかったね、うん、俺もう満腹で走ってたらやばいことになったからね、うん、面白かった、面白かった、楽しかった、うん、どういうんだな。楽しくなかった？うん、楽しくないよ。追いかけるのは好きだけど、追いかけられるのは好きじゃないからさ。恋もね、もう追いかけられる、追いかける方が好きだからね。うん。押し倒されるよ、押し倒す方が好きだし。うん。
ついて。うん。これ、つきやすいズボンね。うん。全然ついてる。うん、困ったぜ。うん、ちょうど夕日が沈むね。ケンタカバって書いてある。うん、変わった名前だな。どうした？面白かった？こんな面白い。うん、よかったな。よかったね、ふっちゃん。面白かった。面白かったね。うん、ふっちゃん面白いね。面白い。うん。さっきからずっと面白い。さっきの話戻ったらさ、パトカー来てるかもね。うん。自首する？自首しない。自首しない。ふーちゃん闇幼稚。さすがダースふーちゃんだもんな。闇幼稚フラグ。四つ葉もやみがちだね。いや、四つ葉復活するから。やみ落ちしてる方が長いんじゃない？いや、まあそうかもしれない。ってことによりやみ落ち。ダースベイダーね。人生の ほとんどやみ落ちだからね。あの時の少年がダースベイダーだもんね。どうしよう、こっち来ちゃった。ああ、まずい、出口塞がれたぞ。いや、もう行き止まりだ。分かんねえし、U ターンか。
とりあえず歌ってごまかすか。うん。あ、広い道。え？いや、行き止まり。行き止まりになる。うん。あ、そう。ここで熊になるのか。ここから先は熊の住む世界だからね。じゃあ、二人でなんか歌ってごまかそうか。何歌う？邪魔じゃない。なんとかごまかせるかな。仕方ない、ふーちゃん。最終手段だ。ん？最終手段だ。何？いや、だから最終手段。泣きながら抱きついて。奥の手だからそれはダメだよ、まだ。奥の手は全然。いや、奥の手使うしかないっていうコールになったら、もうほんとほんとに。ん？まあ、とりあえずやってませんって言って。泣きながら。必殺よそがきだ。頼むぜクソガキ。クソガキってクソつけないでよ。ガキ。ガキでもないよ。いや、うん、立派な大人だよ。わかったわかった。ふるとか普通にふざけてる場合じゃないから。立派な大人。いや、とりあえずお邪魔状取ってみたら立ってる場合じゃねえから。あれ、いない？いない。あれ、もしかして気づいてなかった？ここも廃墟ね。さっきなんか知らないなんか警備員っぽい人が入ってたとこ。しかもこれ実は右折禁止。あ、そうなんだ。セーフか。お、うまく無事脱出できたか。うわー、危なかった。いや、本当に車来てるしね。うん、え、気づいてたってこと。え、なんか作動したかや。奥のやつ使うしかねえとか思ったよ。マジでどうしようかと思った。